地面の下には面白いものがたくさん埋まっています。考古学者に尋ねてみてください。考古学には文化層という歴史とした専門用語があります。文化層とは、そこを探せば人間活動の痕跡が多く見つかる土壌のことです。通常、あっと驚くような発見をするのは考古学者です。つまるところ、それが彼らに期待されていることなのです。他方、一般の人も全く予想だにしなかったものを掘り当てています。今回お話しするのは、研究者が発掘したものと一般市民がたまたま掘り当てたものの両方です。こちらはトップランキングです。スコップとツルハシは置いてください。あなたは土を掘り返さなくて大丈夫。これから地中から見つかった驚くべき意外な発掘物についてお送りします。どうぞお楽しみください。失われた墓地、アメリカ、フィラデルフィア。舞台はアメリカ、フィラデルフィア。駐車場に新しい住宅を建てようとしていた時でした。作業員たちはまさか古い墓地を掘り当てることになろうとは思ってもいませんでした。パワーショベルが土の中から一つ、また一つと棺を引き上げ始めると、住宅を建てる計画は無期限に延期されることになりました。専門家によると、棺は約300年前のもので、埋葬された本物の亡骸が入っていました。驚いた建築業者や学者たちが古い文章を調べると、こんなことが分かりました。18世紀からここには教会があり、大抵の場合そうであるように墓地が付属していました。1860年代、ここに埋葬された棺は別の場所に改装されたはずでした。どうやらこの仕事を請け負った者は詐欺に手を染めていたようです。代金を受け取り、仕事の完了報告を行いましたが、実は何もしませんでした。犯罪計画はこれほど単純であったにもかかわらず、首尾よくいったようです。それが露呈したのは150年後のことだったのですから。この話は正直何かホラー映画のようです。ちょっと想像してみてください。隣がそんな恐ろしい場所で、自分たちが本物の墓地の上を歩き回っているとはつゆ知らず、何世代にもわたって人が住んでいたのです。住民が幽霊やゾンビ、ポルターガイストに悩まされていなかったことを願います。遣唐使養成所、オーストリア。オーストリアの首都ウィーン郊外の住民は、自分たちが文字通りうずもれた歴史の上に暮らしていることを知っています。かつてここには古代ローマの都市で、ジョーパンノニア属州の州都でもあったカルヌントゥムがあり、考古学者たちはこの地で古代遺物をしばしば見つけています。けれども、完全な集合住宅地跡が発見されるとは、彼らでさえ予期していませんでした。2011年のこと、空撮写真を見ていた研究者、その他の人々は、ウィーンから40キロほど離れた小さな土地の一角が何か奇妙なことに気がつきました。まるで誰かがここに通りや区画の整った街をそのまま埋めたように見えるのです。考古学者たちはこのことに興味を持ち、発掘を開始しました。彼らは大して珍しくもない軍事施設を見つけたのだと思いました。けれどもそうではなく、出てきたのは数世紀にわたって使われていた大きな複合建築物の跡だったのです。複合建築物は遣唐使養成所で、しかも大規模なものであったことが分かりました。これより大きい養成所は分かっている中ではローマにあったものだけでした。民衆の娯楽のために戦い合うという危険な職業に自らの人生を捧げた幾世代もの人々がこの場所で生活し、鍛錬に励み、また休息しました。古代史がお好きな方はぜひ訪れてみてください。恐竜の卵、中国。広東省華原市では、あまりに頻繁に恐竜の卵が見つかるので、町はこれら先史時代のトカゲのふるさととすら呼ばれています。けれども2015年にここで路障を直していた道路工事の人たちが発見したものは、今のところ加減市でも右に出るものがありません。一つや二つの卵ではなく、巣丸ごと43個の卵が見つかったのです。卵は約9000万年前のものと推定されました。どの恐竜の卵なのかを解明するのは困難です。卵が化石化してから長い時間が経過し、
恐竜の種類を特定するには複雑で費用のかかる手順を踏まなければならないからです。カゲン氏は同じような発掘物の特別なコレクションを持っており、これらの卵もそこに加えられました。ちなみにこの1万個を超える卵のコレクションはギネスブックに載りました。研究者によれば、ここの土壌に含まれる特有の成分のおかげで卵は良好な状態で残ったそうです。もしこの奇跡の町を訪れることがあったら、そうです、スコップを手にどこかで何かを掘ってみてください。ひょっとしたら珍しい化石が出てくるかもしれません。サカ族の墳墓、キルギスタン。キルギス共和国はカザフスタンと中国の狭間、山地に挟まれた小さな国です。独立国となったのはつい最近、ソ連が崩壊した1991年でしたが、長い歴史のある国です。かつて遊牧民だったキルギスの人々は民族の伝統を忘れずに、定期的に国際遊牧民競技大会というイベントを催しています。第3回競技大会は2018年イシククル湖畔のセメノフ渓谷で開催される予定でした。そこにはユルタやアトラクションや観客席のある民族村が作られる予定でした。けれども、まずは法律に従って考古学的な地質調査を行わなければなりません。ほとんどの人がこれほどの無人地域に文化層はないだろうと確信していました。でもそれは間違いだったのです。メインの観客席が立つ予定だった場所に隣接する小さな丘は古い時代の戦士の墳墓であることが分かりました。考古学者たちは素晴らしい出来栄えの昔の武器や馬具や調理器具を発掘しました。この戦士が生きていたのはおそらく紀元前4世紀のことで、また彼はサカ族でした。サカ族は騎馬民族で、現在イランや中央アジアの国々に暮らす民族の遠い親戚にあたります。この素晴らしい考古学的にも高い評価を持つ埋葬地がイベントの準備のためにあっさりと壊されていたかも。そう思うとヒヤリとします。ホクスンの秘宝、イギリス。ローマ帝国時代の建物はすでにこのランキングでご紹介しましたので、今度は古代ローマの財宝についてお話ししましょう。それに思わぬ運命の展開についても。1992年11月16日、サーフォーク州ホクスンで農業を営むピーター・ワトリングは金槌を探していました。その時彼は想像を絶する財宝を見つけることになろうとは露ほども思っていませんでした。ワトリングは高地のどこかでなくしてしまった金槌を自力で見つけるのを諦め、友人のエリック・ローズに金属探知機で高地を調べるよう頼みました。金槌は見つかりませんでしたが、ローズは黄金の装飾品や昔の硬貨を大量に見つけました。農夫たちは法を尊ぶ市民であったようです。自分たちで調べるのをやめ、この発見を役所に知らせました。行政は考古学者を派遣し、彼らが莫大な古代ローマの秘宝を発掘しました。秘宝は5世紀初頭の10年間、つまりローマ帝国がブリテン島を支配していた最後の数年間のものでした。大量の硬貨、装飾を施された食卓用の銀器、そして大変貴重な胡椒入れまで、これを埋めたのが誰であったにせよ、信じられないほどの財産の持ち主だったのでしょう。この発見者となったことは、金槌をなくしたことの埋め合わせになるのではないでしょうか。スタッフォードシャーの秘宝、イギリス。この動画を締めくくるのはもう一つ別の秘宝、こちらもイギリスで発見されたものです。ここだけの話、金属探知機片手にこの国を歩けば一儲けできるかもしれません。いつか試してみてください。2009年のこと、テリー・ハーバートは趣味のトレジャーハントを続け、もう18年も経っていましたが、大した成果はありませんでした。時々彼は小さな貴重品やなくし物を見つけるために金属探知機で地面を探す仕事をしていました。その時もそうでした。しかしハーバートが見つけたのは数枚の硬貨などではなく、7世紀か8世紀の山のような財宝でした。スタッフォードシャーの秘宝は1500点を超えます。多くは装飾品、武器、食器などです。誰がどんな理由でいつこれを埋めたのかは分かっていません。きっとアングロサクソンの貴人だったのでしょう。この発見が人々の心を引きつけるものであることは確かですが、
同時に暗黒時代と呼ばれる中世前期の人々が決して愚かで野蛮だったわけではないことを示しています。これで今回の動画もおしまいです。皆様ご視聴ありがとうございました。今回の動画がお気に召しましたら、いいねをお願いします。そしてぜひチャンネル登録も。これからも面白い発見がたくさんあるでしょう。それでは少しの間お別れです。皆様どうぞお元気でお過ごしください。また次回まで。さようなら。